福井県立福井商業高等学校は、福井県福井市に所在する公立の商業高等学校。公式野球部は甲子園の常連。サッカー部も全国大会出場歴あり、通称福賞福井賞の公式野球部はそのユニフォームのマークから炎のジャージーと称され、1968年に、 北野直文監督が就任して以降福井県の高校野球界を牽引してきた。夏の福井大会では1984年から2003年まで20年連続決勝戦進出しており、全国大会でも存在感を示してきた。1978年春の選抜大会では4番に江森清隆を養子福井県勢として春夏を通じて初めて決勝に進出した。 決勝では、浜松賞に敗れたが、福井県勢唯一の準優勝校となった。1996年の選手権大会では、前年の1995年の鶴がけ比に続き、福井県勢として2年連続のベスト4進出を果たしたが、準決勝では優勝した松山賞に敗れ、福井県勢初の選手権決勝進出はならなかった。このか。 2002年の選抜大会でも準決勝まで勝ち進んでいる。夏の選手権では唯一、昭和最後の大会と翌年の平成最初の大会と20世紀最後の大会と翌年の21世紀最初の大会に出場している。2006年に創部されたチアリーダー部も著名で、2009年には総武わずか3年で全米チアダンス選手権大会優勝を達成すると、 2012年から同大会を5連覇するなど、計6回の優勝歴を誇る。その活躍は、チアダン、女子高生がチアダンスで全米制覇しちゃった本当の話として映画化され、2017年3月11日に公開された。ありがとうございます。